夢と現実の狭間 FF10 実況プレイパート12。言うならね、あんたも一緒にってさ。実況者は DAL で、ガードお願いしちゃダメかな。ダルと申します。なんだそりゃ、冗談よせよ。言うな、こいつはブリッツはできるけど魔物との戦いは素人だぞ。ガードじゃなくてもいいの、そばにいてくれれば。何それ、どういうこと。それはどうせみんな寺院に行くんだから話は後でいいでしょ。ごめんね突然。ごめんって言われてもなんだよ、よくわからないな。ごめんなさい。決まり、なんか喋れよ。まあいいけどさ、初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。さあ、では FF10 実況プレイ進めていきましょう。このプカゴ実装はあれですね、アルベド語ですね、これは。うわっと、びっくりした。雑魚的出るんか。あー、びっくりした。なんだ、あ、先制攻撃。うお、強いし。ルール、決まり、龍拳を試してみたら。お、なんだよ龍拳って。本来は敵を弱らせて自分を回復する技。はあはあ。でもロンゾ族が使えば魔物の技を自分のものにできる場合もある。すごそう。シンと戦ってる時に龍拳使ってたけど、おお、そういう意味合いもあったんだね。敵の技、種大砲、放て。早速使ってみよう。強えじゃん。やったね。ちょっと成長させますか。こっち行けばいいんだよね。スピードスフィアがやばい、なくなりつつある。移動、左に行くか右に行くか。何か押すと確か動けるんだよね。あ、 L2 か。左に進むか右に進むか。右に行くと技があるんだ。ライブラ、ライブラって生き返すだよね多分ね。ライブラ、うん、多分そうだと思うけど、どっち進むかな。まあなんかこっち行くと車方形でしょ、ルールーのポジションだから。行くとしたらこっちかな。うん、こっちかな。こっち行ってもいいのか。どっち進もう。左、あ、待って、右上っていう手もあるんだ。迷うねこれね。素早さ、ヒットポイント、よし、じゃあ決めた。上だ、こっちに進もう。よし、アイテムか。 OK。 リサーチャーってなんだ、装備品か。まだ操作になれないな。リサーチャー、あ、ワッカーの装備品だ。あ、強いし結構。雑魚的急に出てくんなよ、怖えぞあれ。終わったい、びっくりした。また出てきた同じやつが。こいつ強いんだよな。
プレシファイヤー燃え尽きろ、かっこいい燃え尽きろだってさ。抱いてるあのモーグリかわいいな。じゃあスフィア版で成長させるのはちょっと時間がかかりそうだからまとめてやろうか、実況終わったら。演習中演習中、はあはあ、演習中演習中。うわと、ここはなんじゃい。お、今度はえいっぱい出てきましたね。サンダー、ちょっときつすぎない、敵強すぎないか。なんかとりあえずは C ってどれだ、これか。先にこっち、あ、しまった、間違えた、やめておきなさい、間違えた、そうだね、空は輪っかだったね。じゃあ合わせられ、これか。で、まずはウォーターでイエローエレメント倒しちゃって、で、交代、輪っか。これは俺一人で十分かもな。しよう、よいしょ、オーバーキル、やったね、絶好じゃ。かっこいい声だ。お、みんな上がった。毒になってたっぽいけど平気？もう治った？あ、ここに来るのね。なんだ、回ってきただけか。じゃあこれで多分回復したと思うんだ。全体止まれ！はい。あの魔物はこの森の主オチュ。オチュ。オバスタイの手にも応援、凶暴なやつだ。ここは無駄な戦いを避けろ。戦わせてくれねえのか。おっと、ルッツとガッタってあの一緒に来た討伐隊だよね。なんで先制攻撃ばっかされっかな。誰だ、ワッカか。じゃあ飛んでる敵いいね。あ、マジか、どれが効くんだろう。戦いの素人登場っす。あるかったよ。戦いの素人登場っす。どうすか、いけてんじゃん、ティーダ。結局さっき言った道進むんでよかったんだね。失敗失敗。おっと、戦う、ルールに変わって、あらあら、ファイヤー、生きてる、かわした、しゃあ、ティーダ強え、ティーダじゃねえ、キマリ強えだ。まあもうなんか顔からして強いもんね。まあ見かけで判断しちゃいけないけど、了解。結局戦えるんじゃん、勝負中。なんか強そうですね。とりあえず励ましてみるか。毒になった、龍拳、ファイヤー、ファイヤーどれくらい効く。337励ます。130か、結構効くな。75、靴目、ファイヤー、
で、ティーダをワッカに変えて、ブラインアタック、暗闇状態、ガードか。じゃあ思い切ってユーナに変えてバルファーレ召喚しよう。 HP 高いんじゃない、結構。ファイヤーで弱点みたいな、 MP でもそんな高くねえんだな。かわさファイヤー、いいね。ウォーターファイヤー、ウォーター、守る、試す、けダメージが増え、オーバードライブ、あ、そんなのあったんだ。守る、シューティングレイ、戻す、ブラインアタック、ファイヤー、グレオ中は眠り出した、回復した、どうすりゃいいんだ。やっぱ毒状態は変わらずか。まあいいや、681、逆にもっと回復されてるね。どうすりゃいいんだろうこれ。また回復された、地震やばい、もしかして。なんだ、強えぞ。待ってね、ユーナに変えて、白魔法、ケアル、ルール死にそう、ワッカ、全然戦い方が分かんねえ。とりあえず攻撃していくしかないのか。204、洞窟目、かわした。ルールをティーダに変えて励ますでしょ。エスナで毒を回復して、で自分でポーションで回復して、ワッカをルールに変えて、ファイヤー331、ウォーター、食らう、まだ大丈夫、攻撃、ケアル、ティーダ、 HP 低いな、みんなまだ。次ルールーのテア、自分に来ちゃったか。ちなみに、あ、毒消しってあるんだね。使ってエスナで毒取って、励まして、なんだこれ、すんげえボス戦並みの。いいね。でここでルールに変わるか。でファイヤー戦う、
戦う。どりゃウォーター、あルール言っちゃった。フェニックスの、まさかルールに来るとは思わなかったな。じゃあポーションルールでかわした。いいね、攻撃ファイヤー337、戦う。ドリア倒した。あー長かった、強かったね。やっぱマジハープーン、ハープーン、すげえやるなあんたら。さすが召喚士とガードだ。討伐隊が弱えだけだろ。負けちゃいられませんね。もちろん負けないさ。来たれ和光の討伐隊。でもフェニックスの方一回使っちゃったからな。可愛いあのコンボ振り向くぞ。よし、じゃあここで一旦終えますか。全然進んでないな。はい、それではご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。